皆さんこんにちは、メイドのリコです。今回はメンバーの方からリクエストされた作品を読んでみようと思います。メンバーシップの漫画1冊読みます以上に加入していただければ私が優先的にリクエスト作品を読みます。私に確実にすぐに読ませたい作品がありましたらぜひご加入してくださいという宣伝を挟んだところで、今回の作品はこちら。下月さんはモブが好きです。作者は八神鏡様です。うん、とうとう来てしまいましたね、八神氏。物語とは関係ないのでその理由は説明欄に書いておきますね。気になる方は読んでみてください。こちらが八神氏の最新作なのできっと大丈夫でしょう。さあ始めましょうか。これよりネタバレを含みますので嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、下モブのあらすじはこちらです。とある高校に3人の美少女に好かれまくっているナロウ系ハーレム主人公、龍崎龍馬という名前を書くだけでも大変そうな男子がいました。かたや演技力抜群で自分はこの世界のモブキャラだと思っている中山幸太郎という思春期をこじらせてしまった少年がいました。簡単に言えば中山が龍崎の大好きな幼馴染下月志保とイチャイチャしてナロウ系主人公にありがちな独善的で傲慢な龍崎の脳を破壊する物語です。いや、ナロウ系ハーレム主人公だけだとちょっと語弊があるかもですね。さらにそこへクラス転移した時によくいるリーダー的イケメン生徒の性格を足した感じ。もうちょっと人物について話すと、下月は耳が良すぎて相手の感情まで察せられるというもはや超能力みたいな聴覚を持っているんですよ。龍崎とは幼馴染であり、小学校から現在に至るまで何かと一緒にいたが、龍崎からは非常に不快な音が出ていて昔から嫌いだったようです。でも自分をモブだと思っている中山は違う。他の人からは多かれ少なかれ嫌な音が出ているのに中山は全く出ていない。特別なんだ、好き、友達になりましょう。という結局あなたも主人公みたいな特性持っとるやん、何自分はモブだとか言ってるんだって感じ。一応これにはささやかながら理由があるのですが、薄すぎてそこら辺のナロー主人公がモテモテになる理由とそんなに変わらないのよね。そんな特別な耳を持っている下月がクラスメートなのに認識すらしていなかった中山に寝取られ、というか僕が最初に好きだったのにを味わわされて脳破壊された、やったぜって感じ。物語としてはなんか見たことのあるようなないようなって雰囲気が拭えなかったけれども、そこまで悪くはなかったかな。よくいるナロウ系ハーレム主人公が嫌いだ、痛い目を見ろって思っている人は読んでみても損はないと思います。中山も読者が自己投影しやすそうな陰キャくんで、そんな自分がクラス1の美少女に特別扱いされて、ああ俺の高校時代にもこんな美少女とお付き合いできてたらなって妄想を楽しめるかもしれないですね。構成は一巻で起承転結がしっかりして終わっているし、文章はところどころ想像しにくい部分もありましたが概ね読みやすかったです。昔の作品とは大違いで普通のラノベって感じでしたね。キャラの心情なんかも分かりやすかったし、その人は本気で恋愛をしているんだなぁという気合が伝わってきたのは良かったですね。あと流れは変わらないと思うのですが、ウェブ版とは結構文章が違うようなのでさらに読みやすくはなっているのかな。ウェブ版を読んだことがあってちょっと嫌だったなぁという人はちょっと感想が変わるかもしれません。いいところはそれくらいでしょうかね。これからは悪いところを言っていくわけですが、個人的なことなので嫌な方はこのまま動画を終わっても大丈夫です。まずは普通にダメなところっていうか手抜きなところとしては絵が悪いですよね。最近ラノベを読んでいないのでこんなものなのかもしれませんが、背景が真っ白すぎません？ほぼキャラしか描いてないのよ。漫画だったら何コマも描かないといけないから多少真っ白になっている部分があっても気にならないですよ。そういう演出っていうのもあるかもだし。でも小説の挿絵なんて数枚でしょ？しかも場面の一部を切り抜いただけで前後のキャラの描写なんて考慮する必要もないわけですよ。その程度のお金しかもらっていないんだとしたら、出版社が悪い、もっとお金出せってなるし、もらっておいてその程度だったら終わってるよねって思うし。でもそれで最終的にはゴーサイン出しているんだから出版社がだいぶ悪いよね。
私は挿絵って結構重要な絵だと思っているんですよね。やっぱりどうしても文章だけではそのキャラの人となりや個性っていうのが従前には伝わらないわけじゃない。それを挿絵で保管してあげるのが大切だと思うの。文章が下手な人だったらなおさら伝わらないわけだしさ。だからこそそのキャラと風景をしっかり書いて、どんな場面でどんな表情でどんな感情で今を生きているのかを示すことは必要じゃない。挿絵っていう1ページしかないイラストだからこそ、どうやってその場面をわかりやすく見せられるのかっていうのがイラストレーターの腕の見せどころなんじゃないでしょうか。キャラ絵自体はとてもいいんですよ。だから出版社か本人がもう少し頑張りを見せて欲しかったなって思いました。で、私がこの作品で一番嫌いなのが主人公の中山。高二病とでも言うんでしょうかね。ナロー系主人公である龍崎は何でも自分の都合のいいように解釈し、自分が一番という傲慢さを無意識にはらんでいるクズだったけど、中山は多席思考の癖が強いんですよ。自分はこの世界におけるモブキャラなんだ、っていう思考がまさにそれだと思うのよね。モブキャラだから教室の隅でひっそりしているんだ、友達も少ないんだ、この世界の主人公様である龍崎のご都合展開には抗えないんだ。全部あなたの日頃の行いの結果。うじうじしててちゃんとはっきり物を言わない、卑屈で悲観的で自分で努力せずに環境が悪いと他人のせいにして諦める人が個人的にほんと嫌。でも自分の気持ちを言わなくっても感じ取ってくれて理解してくれる下月はなんていい子なんだ、ってさ。全く努力せずに自分に都合のいい子が現れて勝手に好いてくれるって、これもうなろう主人公だよね。これで、自分はモブキャラなんだ、って何言ってるの?って感じです。何か自分に都合の悪いことが起きるとすぐに、ラブコメの神様が龍崎を味方して邪魔をするんだ、って思い込みが神がかってるのも気持ち悪い。それはあなたが勇気を出さず日和まくって行動しないからであって、神様のせいにするんじゃないわよ、ここは現実世界よ。それでね、この物語って2話くらいで本当なら終わってるのよ。下月と中山が仲良く昼食をとっている現場に龍崎がたまたま現れたんですよ。この登場も、ラブコメシーンが俺にかませ犬役をやらせるために都合よく配置したんだなとか斜め上のキモい発想をしていたわけですが、それは置いといて。ここで下月が龍崎の不快な音に当てられ体調を崩して保健室に行ってしまい、二人きりになったんですよ。なぜかそこでかませ犬役にスイッチを切り替えて見事な演技で低能を装って回避するっていう意味のわからない行動をしたのですが、ここでしっかり下月の性格、特性を話していれば、あとはそれを龍崎が受け入れるかどうかの話だけで終わったんですよ。どうせこいつに話しても理解されないだろうなぁと判断して何も言わないっていうのが、相手を見下しているというか、へたれすぎというか、わけのわからないスイッチ入れて普段とは違い饒舌に話す前に説明することあるでしょうに。結局のところ、龍崎が主人公だと思ってたけど自分が主人公だったんだぁ、っていうのがしたいんですよね。ここ現実世界だから R18 とかないし、ハーレム主人公が愛してる女の子が寝取られるとかよくありますし。ここはラブコメ世界で自分はモブだと思っている頭おかしい陰キャ主人公がいけすかないイケメンから女の子を救ってざまあする作品が好きな方は読んでみてください。今回の動画はいかがだったでしょうか?このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、良ければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。